大人のスタミナ講座です。水曜日です。青山茂治のインサイドショック、独立総合研究所の青山茂治さんです。青山さん、おはようございます。おはようございます。さあ、今日のインサイドショックは何でしょう。はい、今日もまさしくインサイド、内側からの お話なんですが、それもたった今の現場からのお話をしたいと思います。現場から、はい、はい。で、中根さん、今、まあ、当然でもありますけど、世の中は消費税の報道であふれ返ってます。で、今からお話する話はそれと対照的にほとんど報道されない話なんですが、これメタンハイドレートの実物を取りましょうって話なんですね。未来への夢ですね、これは。もう未来への夢という段階ではなくて、まあ、動きの鈍い政府であっても2018年から商業化って言ってますから、東京オリンピックよりも5年前から、実用化ということになるわけですよね。はいはい、5年前じゃない、2年前からですね。だからうまくいけば、てかちゃんとやれば東京オリンピックの電源をこのメタンハイドレートで、作る電気、つまり火力発電所にきちんとメタンハイドレートを持ち込めば、ほとんどてか最小限の施設改変だけで今の火力発電所のまま使えるわけですね。はい、はい、で、これ今どうなってるんだと思ってくれてる人もいらっしゃると思うんですが、第二次安倍政権になっても依然として動きは鈍いです。前よりはマシでありますから、このメタンハイドレートっていう、かつては全然これ言っても誰も分かってくれなかった言葉も分かっていただけるようになり、そういう変化はあるんですけど、しかし他のことに比べると依然として鈍いんですね。で、今私たち独立総合研究所、僕を含めてどうしてるかというと、政府が鈍いと文句ばっかり言ってるんじゃなくて、自治体と組みましょうということで、去年の秋から日本海連合というのを作ってもらって、そうおっしゃってましたね。はい、連携してます。北は今秋田から、島根県まで、ずっと日本海連合できてまして、まもなく山口県も入るということですから、あと一歩で福岡県ですね。で、この日本海連合の中でも一番最初から耳を傾けてくれた兵庫県と連携をしまして、9月の23日から26日まで、ついこの間ですけれども、兵庫県の香住という、まあ、はっきり言えば喋れてしまった港から、調査船を再び日本海に出しました。中西さん、おそらく吉永小百合さんの夢千代日記っていう名作ドラマを覚えてらっしゃると思うんですが、はいはいはい、その舞台になったところのすぐ近くの港なんですね。このいい港が今は過疎で寂れてしまってるんですが、まさしく中根さんがおっしゃったように夢を乗せての出港ですから、たくさん町民の方が見送りに来てくださいました。はい、で、今回の一つの目的は、その日本海にあるメタンハイドレートは例えば太平洋側と違って、真っ白な塊のまま海底に吹き出ていると。なんかそうおっしゃってましたよね。はい、非常に採取しやすいということもおっしゃってましたよね。そうです。で、それを実証するために塊を取りましょうということで出かけたんですね。で、非常に乏しい予算で、人数も極めて少数で行きましたが、その結果、例えばさっき言いました通り、ほとんど報道されないというか、全国的には全く報道されてませんけど、地元を、まあ、全国紙の地元で配るやつありますよね。地元版ってやつ、県版ってやつ、ね、地方版ですね。はい、はい、で、そこには少しだけ、一市二市ぐらいだけ出たんですが、その中には塊取れなかった、失敗だとニュアンスの報道がありまして、これで、やっぱりダメじゃないかっていう話にされてしまうのはいけないので、今日はその話をしたいんですけれども、まずですね、海の中を調べたら、なんとクレーターのようなもの、ミカクレーターそっくりなんですね。これ要はメタンハイドレートが海底から吹き出してくる口なんですが、噴火口というとなんか爆発のように誤解されるからあんまり言いたくないんですけど、爆発はもちろんありません。危険は一切ありませんから。しかしその大きさは150メートルから500メートルまである、非常に大きな、そのクレーターがある。はい、それが、なんと50個前後見つかりまして、ごく狭い調査海域、お金ないですから調査海域狭いんですけど、そこに50個ぐらい見つかってですね、そしてこれはまだ兵庫県も発表してないんですけれども、
そこからメタンハイドレートの巨大な柱が立ち上がっているのも今解析で確かめつつあります、はいはいはい、その柱っていうのは平均でいうとスカイツリーぐらいあるんですね。650メートルぐらい、600メートル、はい、はい、だからその柱っていうのはメタンハイドレートの粒々そのものなんで、うん、その柱を日々例えばお椀のようなものをかぶせて取っていくだけで、ものすごいエネルギー量になるわけです、うん、でメタンハイドレート、まあ、言葉は耳にしてても正確にご存知の方は未だ本当は多くないと思うんですが、難しい話じゃなくて、うん、海の中から、海の中って水の中じゃなくて海の下の堆積物、まあ、分かりやすく言うと泥に見えるものですね、うんうん、そこからメタンガスが吹き出てくると、うん、巨大な水圧がかかって、しかも海の底は冷たいですから、冷たいですよね、はい、氷になっちゃうわけですね、うん、ハイドレートっていうのはその氷やシャーベットのようなものだと思っていただければいいんです、うんうん、でしたがってこのクレーターを見つけた以上はそこに筒を差し込んで、そしてちょうどあの注射器、巨大でもないですけど、注射器を差し込んで、チューッとこの注射器をこの真ん中を抜くとですね、吸い出すという感じですね、はい、あの人間で言えば注射器を刺すとチューッと抜くとそこに血液が入ってくるわけですよね、それと同じようなことをするんです、うん、これピストンコアリングって言うんですが、8メートルぐらいの筒をそこに刺しまして、うん、そして今回この調査船の甲板上に引き上げましたら、その中はまさしく注射器みたいにチューブが透明になっていまして、そこに白い塊を発見しました、すなわちこれメタンハイドレートの塊そのものです、うんうん、でところがですね、そのチューブごと輪切りにしましてね、まず輪切りにしたんです、うん、これ輪切りにしてその後横に輪切りにしますね、うん、一旦、その後今度縦に半分に割るんです、これ半割っていうんですが、はいはいはい、そうするとゴロゴロゴロっとメタンハイドレートの塊が出てきます。出てきた、はい、いやちょっと待ってください、出てきますなんです、はい、つまりこれは違う地域の新潟で私たちがすでにやってることです、で今回もそうですから、他のピストンコアリングを、動かしたりしてる間にですね、実は申し訳ないはっきりそのまま言いますが、兵庫県の職員の方々が、よく分かってないので、うん、この白い塊の入っているチューブ、輪切りにしたやつをですね、日が当たっている甲板上に、まあ、そのまま置いてしまったんです、ね、溶けちゃうよね、そうするとどうなるかもう分かりますね、気化してしまいますよね、はい、海の底で水圧受けて、しかも冷たいから氷になっているやつが、もう上に上げると1気圧、普通の気圧圧力ですし、そして太陽の光で一発で温められると、うんうん、もうすぐにこれ溶けて気体になっちゃうんですね、うん、メタンガスになっちゃうわけです、うん、でしたがって、この船に乗ってた独立総合研究所の青山千春博士、まあ、私生活は僕の配偶者ですが、そういう私的なことははっきり申して一切関係ありません、青山千春博士が、気がついて駆け寄って、見たらすでにそのチューブの中に普通の海の泥も入ってますから、泥と泥の間に大きな隙間ができてて、その隙間見事に全部溶けてただ隙間だけになってたということが起きたわけです、うん、その最後のところだけ捉えて塊が取れなかったと、うん、新聞が安直に書くっていうのは僕はひどい話だと思うんですね、うん、ネガティブネガティブに書こうとする癖がここでも現れてると思います、うん、しかし溶けてしまいましたけれども、その溶けた部分の泥を今解析してて、解析するとこのメタンハイドレートが確実にありましたという証拠を提示することもありえますから、その上で、このあと年度内に、追加調査をやることになりました、今度はその筒も8メートルよりも12メートルまで伸ばしてというのはですね、もうあること分かったんで、下に行けばもっと濃いところありますから、なるほど、はい、そこに突き刺して今度は太陽に当てないで、液体窒素の入れ物を用意してありますから、今回も用意してあったんですが、そこにすぐに移すと、そのまま皆さんの手元に、そして、やってきたら普通に触れますから、うん、そして、触ったら普通のコンビニで売ってる白いシャーベットなのに、そこに100円ライター近づかれただけでポッと青い炎を出して燃えますから、そういうことが次はできるようになると思います。そうですか、はい、ラジオ祭りの講演会まで間に合いませんから、それを現物を持ってくるのは、そう
今月ですから、あの再調査っていうのはですね、船をもう一回借り直さなきゃいけないので、年を明けると思います。そうですか、はい、残念です。それはちょっと残念ですね。、はい、ありがとうございました、はい、独立総合研究所の青山茂春さんでした。ディスリコメメメの大歓迎、炎上コメメの大歓迎、いつコメントする、今でしょう、さあチャンネル登録だ。